さて皆さん、お風呂入るときはどこから洗いますか？ケニチです。今日は、みかんと母ちゃんと3人で今紅葉に行ってます。紅葉に行った後ちょっとお風呂入ります。まあちょっとじゃないか、がっつりお風呂入りますけど。ああいいですねこれ紅葉。いやーすごいいいですね。でこの付近はバーベキューもできるということで、いや今日はねバーベキューはしないんですけども、いや以前ね一回バーベキューしたんですよ。よろしければそのバーベキュー見てください。寒くなったらごっつ赤がキュッと締まるということで、今ちょうどいい感じの寒さになってるんでね。みかんと母ちゃん、あの真っ赤っかのやつもありますけども、これは朱色ぐらいですかね。あところどころまだね色がついてないのもあります。色ついてないこれね、色ついてないのもあれば色ついてるのもあると。そのなんかこうコントラストじゃないけども色のバランスがいいのかな。これはこれとしていいように感じますけども、いやー大昔なんですけども、ここ来た時に、ログハウスがありまして、そのログハウスここ向こうね、あそこで泊まったんですよ。もうみかんがまだちっちゃい時、幼稚園ぐらいの時ですかね。あの時は2階建てなんでね、上寝る下寝る上寝るとか言ってね、もうなかなか寝なかったのが思い出します。あ結構ねまあ賑やかですよ。でこの辺一帯は川沿いがあって、でこれ下ねバーベキューできるんですよ。だからそこがいいんですよね。今やったら紅葉も楽しめて、まあ、バーベキューもできて、で最後に温泉入って帰れるという。もうちょっと上行ったらねなんかええとこあるんですけど、まあ今日はもうそこ行かないということで。いやすげえ賑やか、いや元気、すごい元気がいいですね。うんこれ下こう階段があります。階段をちょっと降りましょうかね。これあの牛滝ですよ。牛滝川あんまよく分かってません。いやめっちゃ透き通ってますうわめっちゃ冷たい、やっぱ結構冷たい。仲ええな。では行こうかの。いやすっげえいい、なんかこういうところ大好きですよ。こういうね苔があるでしょ、こういうのをねこう見るのが好きですね。まもなく銭湯に着きます。温泉だよ温泉。うわめっちゃいい感じ今。おお落ち葉よう釣っいい感じ。いやナイスよいしょ。まもなく温泉着くぞ。あそこここ見えてるところが露天風呂です。おいい感じ、うん、まずはチケット。思いのか階段が多くてちょっと母言ってます。結構いいでしょ、もう空間的にすごいいい感じですよ。なんかヨーロッパをイメージした感じがします。思いのかここの泉質は結構ねぬるぬるとしてね、まあすべすべっていうかこうぬるぬるっていう感じがします。そのぬるぬる感は結構いいですね。ここから入ります。受付、あすいません。ということでこれから温泉入ります。今上がりました。いやー気持ちよかったですよね。これね大阪マラソンフィニッシャータオル、これを持っていきます。結構ねたまに出くわすんですよね、同じタオルでね最後拭いてる方はね。だその時に話が合うということでね、もう最近はないですけど、これ2013年のやつですけども、まあそれはまあさておいて、さて皆さんお風呂入るときはどこから洗いますか？ケニチの場合は頭から洗って顔を洗って、で
上からこう徐々に洗っていく。で、一番最後は足の裏までね。で、全部洗って、最後シャワーで全部上から流すという感じ。頭洗って流すんじゃないよ。頭洗って、ね、シャンプー洗って、その後、まあ、体洗って、泡状態で、うん、それで最後上から流すという。皆さん、いろいろいらっしゃいますよね。まあ、洗った後、お風呂入って、まあ、銭湯じゃない、温泉に入って、で、見てました。いや、いろいろいらっしゃる。もう、足から洗う方もおればね。まあ、胸から洗ったりとか。で、頭から洗うというのはありますけどもね。いや、どっちかって言ったらね、頭から先洗うのか、まあ、体から先洗うのかっていうことに対しては、意外と見てて、7-3 ぐらいの割合、7-3 ぐらいの割合で、体から洗ってる方が、まあ、いらっしゃったっていう。まあ、いろいろね、考えがあって、まあ、いいと思いますけども、まあ、ケニッチの場合は、とりあえず、体から洗って、最後、綺麗になった状態で頭洗うと、その、なんか、頭の汚れが体につくんじゃないかなっていう考えがありましたんでね。で、最後、頭から洗って、で、泡の状態でも放置してたら、泡ってこう、弾けるたんびに、汚れはどんどん落ちるんで、それ作用も、もうすぐ流さずね、その作用も、期待しつつ、で、最後にこう全部流すっていう方法を取り入れてるんですけども、これっていうのは実はですね、弱点もあるんですね。弱点。まあ、とりあえず風呂上がって、で、いろいろ拭いてね、拭いて、まあ、ケニチの場合はもう、パンツも履かずに鏡の前でね、とりあえず、トニックを振るわけですね、鏡の前で。気持ちいいですよ、うんってかね、大の字になってね。ついやっぱり頭からしてしまうんですよ。トニック振って、カシャカシャカシャってした後に、アフターシェーブローションを塗ってしまうんですよ。アフターシェーブローション。ね。そしたらね、トニックのなんかサワー感、スーッとするメントールがね、顔を塗、その後顔ね、もうそのままの勢いで塗るんだよね。あ、しまった、もう顔は違うんだよ。先顔から塗って、その後トニック塗るんだよって毎回ね、たまに間違った時は今日間違ってね、もう顔がめっちゃヒリヒリします。今。だそういう過ちがね、もう常にね、頭から洗ってしまうっていう、まあ、癖がある、ということで。まあ、皆さん、いかがですかね。どちらから洗うんでしょうかね。まあ、コメントで書いていただければ幸いですけども。いや、このままみかんと、母ちゃんと待って帰ります。いや、その前にね、ちょっと飲みたいんですけども、まあ、帰りも車があるということで、まあ、今日は、お預けです。では帰って編集します。ケンチでした。